展示会ですね。慣れたもんですね。何や普通この中ハーフ&ハーフ。これ何？うん、このこれ。ハーフ&エッグベネディクト。これ、これと、これとこれ。飲み物は。これとこれとこれだもん、多くね。これ普通だよ。これも普通だよ、サイズ。多分いいね。どう？ 100% ブラフトに普通ですか？フレッシュな感じ。どう、アイスコーヒーは、うん、UCC の味がフレッチです。ふやけんやだな。どうですか、これとか影なくていいの、いいですか、影なくても。おいしい。ストロベリーって感じだね。イチゴっていうよりも。あのブルーボトルコーヒーってあるんだばって。コーヒー界のアップルって呼ばれちゃって。多分右側。あ、左だ、左。あっち。飲んでんの？ん？飲んでんの？時間大丈夫。あれ、ん？飲んでもいい。黙って飲んでもいい。お待たせしました。ゆうかさん。もうグラスが美味しそうだね。グラスが美味しそう。なんだ。フルーティーなコーヒー。フルーティー。お、酸っぱい。なんだ。でもめべ。あのコーヒーショップ界のバッグじゃない。美味しい、美味しい、美味しい感じ。うん、まずこのグラスが美味しい、美味しそうな、持った瞬間わかる美味しそうなやつ。
私つる子に振り回されっぱなしですね。高橋つる子に振り回されっぱなしですね。ダブル、これ、うん、ワンワンダブル、トリプルもある。トリプルさすが、トリプルで、もう頼まる。初めてシェイクシャック来たの、恵比寿の店舗だわって。恵比寿の店舗はもう初め店員の人の態度めちゃめちゃ悪い反で、なんじゃこりゃと思って、ハンバーガー食ったっけ、ハンバーガー美味しかった。待ってって言ったのに食べるっていう。あ、どうぞ。どうぞ。さすがだな。どう？あら、ストローね。そう、独学だから。どう？おいしい？トリプル。さあ、カステラ見てて。何がうめってなんとなく生地変わっちゃうのと、なんかビーフが 100% 濃い感じ、肉肉しい。憧れの中野みたいな。ここがあの中野ですか。中野ですよ。まあいいね。いいじゃん。この提灯具合とか、あれとか絶対あれだべ、炭治郎や。炭治郎。炭治郎。スルメだ。なんかのさ、スパイダーマンや。山頂。まだずっと、やっぱり長いよりやりたかった、まだ見えない。